最近恋してますか？腹痛ねえ、腹痛。そう、僕ね、どっちかというと恋愛対象女性なんですよね。で、それで、なんていうのかな、1枚目のアルバム持ってる人、2枚目のアルバム持ってる人いると思うんですけど、全部失恋の曲しか入ってないんですよ。七股されたりとか、家に帰ったら家具家電が全部なくなってみたりとか、いろんなことがあるんですけれども、ようやく30代になりまして、本当に人を愛するっていうのはどういうことなのかなと真剣に向き合いまして、曲を書きました。このアルバムにも入っている曲で、愛し君へという曲ですね。このトランペットという楽器でどうやって愛を表現しようかなって思った時に、まっすぐサビの部分をドレミファソラシドで、奏でてみました。皆さん、本当は恋してるでしょ、好きな人いるでしょ、大事な人、大好きな人、こわんと思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです。愛しい、you